こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。動脈硬化が出産促進というお話です。妊娠すると胎児は母親から栄養をもらいながら10ヶ月をかけて育っていきます。その母親からの栄養は胎盤から胎盤動脈、最大動脈を通って胎児に届けられるのですが、その胎盤動脈が発生してから役割を終える出産までの過程は、人の動脈の一生と同じ過程をたどります。動脈は発生した後、成長成熟し、やがて老化し、動脈硬化となっていきます。胎盤動脈は10ヶ月の間にそれと同じような過程をたどるというわけです。胎児が成長して、そろそろ出産という2、3週前から胎盤動脈の内腔が厚くなり、出産時には全く閉塞状態になっていきます。その組織学的特徴は人の動脈硬化の特徴と同じなのです。流産や早産で10ヶ月に満たずに胎児が母体から出た時、その胎盤動脈は閉塞を起こしており、10ヶ月を経っても陣痛がなく、やむを得ず陣痛促進や帝王切開などの処置をした時の胎盤動脈は閉塞が起こっていないことが多いそうです。出産の時期は直接的なホルモンによるものだとしても、この胎盤動脈の動脈硬化が影響していることは確かです。胎盤動脈の耐用期間を10ヶ月と決めて、妊娠期間で出産できるようホルモンだけでなく栄養補給の装置の面からもプログラムしているのでしょう。